はいどうも、田原元就です。この動画で鳴る沖でこちらの注目馬をやっていきたいと思っております。この一戦なんですけれども、今年からね、阪神 2000m に戻って、開幕週で行われるというそんな一戦となっております。この動画が何か参考になっていただければ、そう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、まずはアドマイヤハダルです。こちらの馬なんですが、前走、都大路ステークス。こちら、叩き2戦目のローテーションだったんですけれども、鮮やかな一平を果たした、そんなレース内容でした。当時が1分45秒台ということで、この馬が持っている1800m の持ち時計をね、大幅に更新したようにですね、この5歳という年齢ではあるんですけれども、まだまだ成長が見込めるという、そんな可能性を示した一戦だったと考えております。で、この馬、アドマイヤハダルというキャラクターなんですけれども、基本的にはね、芝 2000m、ここのスペシャリストだと、僕はそんな風に考えております。今回のこの芝 2000m では、2101という風にね、ほとんど大崩れがなくて、その打ち上げというのも、阪神芝 2000m での2勝に加えまして、2着があったんですけれども、この時勝った馬がジャックドールでした。で、唯一の馬券圏外4着だったんですけれども、そちらの方が G1 の皐月賞ということで、もうこの 2000m におけるこのアドマイヤハダルの評価というのはね、僕の中でもうこの券に変わった瞬間絶対狙おうというふうに、そんなふうにね、思ったぐらいなんですけれども、それぐらい評価を上げてもいい、僕はそんなふうに考えております。で、先ほども触れたんですけれども、今回の阪神 2000m、こちらの条件で2戦2勝というふうに全くそこを見せていない、そんな状況でもありますし、開幕時の阪神芝だったらね、まあ、多少の馬場の渋りぐらいだったらそこまでね、例えば2分3秒とか4秒とか、そんな時計がかかるはずはないと僕は考えておりますので、この条件であれば、全然ね、その重賞ウィナーを食ってしまうような、そんな可能性すら警戒したい、そんな一頭です。はい、次は空手ですね。こちらの馬なんですけれども、前走新潟大賞典、こちらに出走して勝ったわけなんですけれども、確かにね、まあ昨年秋の実績考えたら、勝つことに関しては、まあ全く違和感ないというか、そんなところだと思うんですけれども、当時の筋量がすごかったですね。まあ筋量ハンデ戦ということで59キロというかなりのきつかったんですけれども、それでも勝利を抑えました。で、この馬なんですけれども、例えば新潟記念とかね、東京新聞杯とか、そういった重賞も勝っていたわけなんですけれども、いずれも左回りという条件でもありました。で、今回なんですけれども、右回りの阪神に変わるということで、果たしてこれがどうなるか。この馬、一応形の上では関西馬に当たるわけなんですけれども、関西馬になってからもほとんどのキャリアというのが東京だったり、新潟だったりとか、そういったいわゆる左回りを中心として、この馬は使われてきた、やっぱそれはね、陣営が左回りの適性、こちらを見込んだローテーションだと僕は考えております。で、今回の阪神 2000m ですかね、この舞台の経験でもあり、この舞台の経験というのも、まあ、この馬自身ないという条件ではありますので、まあ、実績はね、一定のものを評価しつつも、ちょっと評価としてはこれぐらいになった、そんな次第でございます。はい、続いて、ソーバリアントですね。こちらの馬なんですけれども、この舞台の重賞で2勝という、まあ、チャレンジカップ連覇というね、そんな馬となっております。まあ、その実績から見たらね、どう考えても評価は避けれません。まあ、これ仕方ないという、そんな感じではあるんですけれども、特にね、2走前のこの舞台、結構時計が早かったんですけれども、勝ち時計1分57秒5。まあ、開幕週の阪神が今回の舞台でもありますので、そういったところを示している、ここに関してはね、全く評価としては、もう上がるしかないという、そんなところだと僕は考えております。まあ、唯一の前走がね、確かに太め残りというそんな当日の馬体重だったんですけれども、まあそれにしても負けすぎだよなというそんなところもありまして、もしかしたらこの血筋というか、そんなところでポカがあるようなね、そんなところを示してしまっていたというところがあって、少しだけ不安は確かにね、あるんですけれども、やっぱ先ほどの繰り返しになってしまうんですけれども、この今回の阪神 2000m、この条件だったらね、まあこれぐらいの評価は妥当かなというふうに考えております。はい、次はヒンドゥータイムズですね。こちらの馬なんですけれども、2走前で小倉大賞典で鮮やかな重賞制覇。この馬自身初めてですかね。そういった重賞制覇を成し遂げたという一頭です。で、前走大阪杯に出走したんですけれども、まあ、あれはさすがにね、メンバー強すぎですね。正直言って、まあ、この馬のキャリア、まあ、強い馬であると思うんですけれども、さすがに G1 の強いとね、この馬の強いはちょっとベクトルが違うという、そんなところがあっての惨敗でした。なので、まあ今回自己条件というかね、まあこの馬にとっての自己条件 G3 に変わること。まあこちらはプラスだと思いますし、この阪神 2000m では2112ということで、まあ一定の成績を残している。そういった部分考えますとね、まあちょっと客室的に連帯圏突入って僕の中でとあんまり想像はできないんですけれども、3着とかね、そういったゾーンにおいてはケアをしても良いのかもしれません。はい、続いてはフェングロッテンですね。こちらの馬なんですけれども、金層芝の中距離重賞で、まあ全く大崩れがないというそんな一頭ですね。まあ、2走前の中山金杯の方がですね、かなりのハイレベルメンバーでして、勝ったラーグルフが、後に中山記念2着だったりですとか、まあ、天狼レオとかね、そういった馬も自走 G2 で構想を果たした、そんな馬となっております。
で、この馬の前走の金庫賞なんですけれども、こちらがね、開幕週の馬場コンディションでして、しかも当時が結構先通過60秒台ですかね、それぐらいのスローだったんですけれども、それで2着に入った。まあ、展開としてはあれ以上ないぐらいに向いたというふうに僕は考えております。あとそうです、この馬に関して言いますと、芝の 2000m における持ち時計がですね、ちょっと1分59秒台にとどまっておりまして、まあ、本質的にはやっぱ時計のかかる馬場コンディション、そういったところが一番合っているのかなという、そんなところが伺えてしまいました。まあ、とはいえやっぱ、ね、この馬に関して言うと、ローテーションが、ね、すごく陣営として気を使っているような、そんなところがありまして、この馬のですね、中2ヶ月以上の休み明け、こういったローテーションに関しては1130ということで1回も馬券圏外がありません。で、今回開幕週の馬場で再度臨むというそんな条件でもありますので、ポンとね、スタート切って前走と同じようなそんなペースに落とせばね、この前の実績というのは無視することはできませんので、やっぱこれぐらいの評価になってしまうのかなというそんな印象です。はい、続いてはボッケリーニですね。こちらの馬なんですけれども、先週の目黒記念、こちらの方に登録があったんですけれども、金量はちょっとね、この馬の範疇外というか、そこを見越した上で今回、舞台を変えたというところになっておりました。で、今回北先をこっちに向けたわけなんですけれども、芝の 2000m、まあ、もちろんやっぱ陣営としてはね、前走、この中間にですね、目黒記念に登録をしていたということは、やっぱそれは出たかったよねっていう、そんなところはね、やっぱどうしても僕の頭の中でね、道理によぎってしまう、そんな次第でございます。で、今回の 2000m なんですけれども、この距離を使われるのは約1年半ぐらいですかね、その1年半ぶりということになりました。で、当時は中日新聞杯だったんですけれども、当時中日新聞杯が道中通過順で言いますと8857ということで、ちょっと勝負どころでというか、ちょっと後ろに下がってしまったところもあったんですけれども、まあ、2500m とか2400とか、そういった条件と比べるとね、やっぱどうしても追走には苦労してしまう。僕の中でやっぱそこがね、ちょっと頭の中によぎってしまう、そんなところです。で、今回の 2000m に加えまして、やっぱさっきから何回か名前が出ているんですけれども、開幕週の馬場コンディションであること、そういった部分考えますとね、やっぱこの距離における差し損ね、こちらのリスクの方がね、やっぱ僕の頭の中では先によぎってしまいました。で、最後に取り上げるのがマリア・エレーナです。こちらの馬なんですけれども、昨年秋以降がね、ずっとジャパン、天皇賞秋だったりですとか、例えば大阪杯とか、そういったような中距離 G1 を使ってかなりね、メンバーの強いところと戦ってきたという、そんな一頭です。で、その中にあって前走大阪杯、こちらに参戦したわけなんですけれども、当時5着ということで、まあ、当時の、ね、メンバーレベル考えたらかなり上々とね、そんな風に入れないようだとは思います。ただ、この馬1個だけ気になるところがあるとすれば、この昨年の、重賞を勝ったとか、重賞で連帯を果たした、そういった時と比べまして、道中の通過順がちょっとね、下がっているというか、なかなか天に行ききれていないのかなという、まあ、それこそ2走前のね、金庫賞なんか確かに不利があったわけなんですけれども、それでも天に行けなかったことが、あの不利を誘発してしまった、そういう風な捉え方も僕はできると考えております。やっぱそういった部分考えた時にね、この馬も、これまで5勝を挙げているんですけれども、それがいずれも金量でいうと54キロ以下、やっぱそういった金量でこそこの馬の進化発揮される、そういった状況もね、僕はあると考えておりますので、ボバ相手であっても今回格上というね、そんな立場だとは思うんですけれども、勝ち切るというね、そんなベクトリーでは少しだけ評価が下がってしまうのかな、そんなところですかね。まあ、ただこの馬の持ち時計であったりですとか、戦ってきた相手、まあ、そういった諸々のバランス考えると、これぐらいの評価に落ち着いた、そんな次第でございます。はい、以上で奈良記念の注目馬は終了となります。この一戦なんですけれども、やっぱね、開幕中の阪神芝、こうやっぱ見逃すわけにはいかないのかなという、そんな印象ですかね。なので結構その先行逃げ先行客室、ある程度前に行って実績を残してきた馬を中心に取った、そんな次第でございます。この動画が何か参考になっていただければね、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。